前田玄造は、幕末、明治時代の医師、写真家。福岡藩主、黒田長広から、長崎で医学と共に、写真術の習得を命ぜられる。長崎海軍練習所の教師を務めていた、ヤンカレルファンデンブルクや、ヨハネス・ポンテファンメーデルフォールトから医学を学ぶと共に、写真術を研究したが、両者とも写真の専門家ではないため、写真撮影自体は成功しなかった。 とは言うものの、彼らが写真出版の原理を教えたことは事実で、前田のほか、古川俊平、河野帝蔵、上野彦馬、堀江桑次郎らが教えを受けている。1859年、スイス人でプロの写真家であるピエール・ロシエが、ネグレッティザンブラ社の特派員として長崎を訪れた。前田はロシエを手伝い、写真術をさらに学ぶように指示された。 前田は数人の学生と共に長崎周辺を案内し、ロシエは寺院、古事記、相撲の観客、外国人居留地、さらにアレクサンダー・フォンシーボルトと侍の写真を撮影した。ロシエはポンペが写真撮影に成功しなかったのは必要な化学品が不足しているためと考えた。このためロシエは写真機材と化学品を上海から購入できるよう、 依頼状を前田に書いて渡した。前田と古川はロシエを通じてレンズ、化学品、アルバム用紙を購入し、これらを使用して1860年10月28日に写真撮影に成功した。ありがとうございます。